スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。こんばんは、キリンの川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えてもらうために日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーはいなり寿司とシュークリームの区別がつかないチンゲールことこちらの方です。あらー、どっちだろう、甘いの入ってんのかな、お寿司入ってんのかな、とりあえず絆創膏貼っちゃえ。天使向かいです。よろしくお願いしま す。メリークリスマス。メリークリスマスです。メリークリスということで、はい、いやいやあんまりス言わないんですけど、クリスマスイブでございますよ、向井さん。そうですね、12月24日、M1 グランプリが白熱している、そんな後ろなんて、いつもこの後ろ後ろ、いや裏やっぱり M1 には負けないぞ。毎回ぶつかってるよ本当に。そうですね、うん、日曜日の、はい、聖夜の決戦なんでございますよ、うん、もうこちらも聖夜の決戦、本当に、はい、どうなってるんでしょうか。まあ、我々からすれば、はい、令和ロマンとかね、モグライダーとか、うん、この番組出てくれた方が、はい、跳ね上がってることをもう祈るしかない、うん、そうですね。それはどうなってるのか本当に蓋開けないと分かんないでしょうし、マジで若いですよね、やっぱ M1 出てる決勝ファイナリスト。あ、もう全然若いんじゃないですか。もうほんまよ、10年目でもちょっと上ぐらいになっちゃってるぐらいの。やっぱ令和ロマンとかだって言ってたもんね、5年目ですとか、はい、ほんでなんで5年目でさ準決勝行ってさ決勝進出発表の時にさ、なんであんなノーリアクションなあれだ、マジ可愛いないねんけど。あれ、いやいや違う違う、ああいうボケじゃない、ヤーレンズとか泣いてんねやで。泣いてます、クラゲも泣いてます。クラゲも泣いてな、うん、もうそこがゴールじゃないって分かってるんやけども、はい、あまりにもこの悲願叶えすぎてびっくりして、はい、手応えがあったので、うん、まあもう本当 M1 に抱きかかえられた瞬間それ泣くよ、はい、なんのその車とか煙のリアクション信じられへんねんけど二人ともっていうのが珍しい。漏れてたんなんか情報あいつらだけリークされてたあ、もう行きましたよってバカな社員が言った。いや確かに、令和ロマン行きましたとか、はい、あれはまあ二人でそういうボケにしてるんでしょうけど、変でしたね、あのまあは。いやほんまそうですね、はい、まあ今だから俺たちも言えるというか、2004年は、はい、あの僕らはあの準決勝で落ちて、はい、敗者復活戦、はい、敗者復活戦、その、まあ、野外のところで、寒いところでみんな漫才40組ぐらいやって、1組だけが行けます、みたいな。で、まあ、順番にやっていくでしょ。でも、野外とはいえ、まあ、結構僕ら受けて、うん、ね。ほんで、最後みんなバーッと中継が始まる前に全員舞台の上行ってね、今田さんから呼びかけがある前にも。で、その時 MC が中田直樹さんという方だったんですけど、まあ、発表、もうみんなバーッと舞台出てきて、うん、さあじゃ あの5分後に今田さんから中継ありますんで、はい、みたいな時になんか中田直樹さんが俺の方をパッと見てなんか親指立ててんけど、はい、そのバラしたらあかんよなそれは絶対良くない、まあ、今やから言えるけど、はいはいはい、そうですね、もう20年前俺の方グーみたいなのやったんやけどあれだけ俺ちょっと許せてないどういう意味なんか分かんなかったけど、ね、はいはい、その時はね、その時はね、あなんか頑張ったねっていう感じやけど、はい、なんか俺と田村の方で親指立ってたらもう俺らやってたってすごく嫌でした発表までね。いや確かに、まあ、それ嬉しかったよ、はい、今田さんに呼ばれて、うん、ああよかったと思うけど手挙げたらあかんよなっていうのはありましたがそれぐらいですね、ちょっと令和ロマンにはやっぱ、はい、あの態度言ってましたねNSC の講師の野々村ゆき子さんも可愛げがないと言ってた、はい、言ってたけど、だから車と煙って芸名つけたらしいんですが、はい、うん、いやそこ今どうなってるか。そうですよ、順番も分かりませんから。そうですね、ですよね、あんなもうプレッシャーないですし、はい、いつ呼ばれるか分かんない。これ マジでなんで聞いてるんですか今皆さんそうですね、リアルタイムな方にお聞きしたいですけども、はい、やっぱ M1 というのにやっぱ興味がないのか。興味ないか、あ同時中継、同時で同時でちょっと、まあ、はい、右耳で川島家の寝言、はい、左で M1 を楽しんでくれてるかも分かりませんけども、まあまあまあ、そんな中でですね、今夜は M1 にぶつけるというやっぱ、まあ、我々の中ではやっぱスペシャルウィークですよ。スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、いや確かに確かに超特別企画、はい、まあ、M1 はコンビの誰かの人生が変わると思いますけど、はい、こちら川島明の寝言も一人の男の人生が今夜変わります。はい、天心向井さんの解明コーナーを予定しております。裏で、いやそりゃそうよ、うん、やります。キラーコンテンツは当てないと、はい、こちらはもう確定ですから、向井さんの人生が変わるというのは、はい、しかもいい方に絶対変わるという、そうだそうだそうだ、ことを絶対予定しておりますので聞いてほしいんですが、はい、まあ、今回は2人会なんですよ、うん、
初の今年の。そうですね、うん、確かに。でちょっと寝言を振り返っていきたいんですけども、うん、はい、元日から放送してますね。いやだからそんな、なんでそういうところもぶつかってんだろうな。いやぶつけたいや、俺たちはやっぱクリスマスとかもう正月がライバルよ。そうなんですか、行事が。もう行事の時もやっぱ寝言を思い出してほしいんですよ、はい、いや確かに。七曲りがねしてくれて1月1日から、はい、元日から架空 M1 を開催してというとっちらかった会議になったんですが、はいはいはい、楽しかった。その他2月12日は、うん、南川くんが来てくれてね、うん、はい、天心向井とアシスタントの座をかけて対決、うん、そこに南川さんの本物の嫁も乱入するというもう WWE も驚きの展開となりまして、よかった、まあ、ここはちょっと一旦休戦ということになりまして、ね、向井さんはアシスタントの座を守りました。よかった、危ない。春からですね、はい、まあ、ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言が、うん、スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言に変わったという。変わりました。もうスポンサーが変わっても番組が続けられるというのは非常にありがたい。ありがたいです本当に。頭洗ってますよ。はい、ずっと使ってます。あれから春から頭洗ってますよ。いやいや、それまでは洗ってなかったのってなる。本坊さんにもねサプライズ報告しまして、そして今年生まれた企画としては、うん、もうもしも古畑にあの人が出たらという企画ね、うん、これねほんま言われる。これ言われるな、はい、マジであれおもろいって、あれだけ出たいっていう後輩もいっぱいいますよ。モノマネ持ってる人間ならそうね、もうやっぱ古畑ファンが多いということ、うん、そう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 、うん、なんか、インディーズライブでやりましたみたいな、やったあかんがなみたいなのも聞いたことあるし。誰ですか。いやいや、なんか若い子が言う。ダメですよそれ。ダメですからね、それは やらないで。これのコーナーの一発目がコットンが来てくれてね。そう、コットンよかった。コットンがね、田中圭さんと、うん、モノマネをやってくれて、はい、古畑に出たらということでやったんですけども、うん、まあ、その時の演技力が評価されまして、キョンの方が下克上球児に急に決まる。その時の評価なの。ファミリーマートの店役に、コットン京さんが、いやいや、これ急遽ねじ込まれるという。いやいや急遽じゃないですよ、もうキングオブコントから決まってたでしょ多分。レッツゴー吉政さんも来てくれてね。あ、よかった。プラスマイナスのお二人も来てくれて、はい、まあ、これはちょっと来年もやっていこう、うん、ということです。でじゃあ、まあ、今年はあのスキャンダルも多かったんで、はい、スキャンダル、特に天心向井さん。スキャンダル、スキャンダルですよ。何がですか。まず米田2000の愛ちゃん。は、まあ、そのそうですね、愛ちゃんに始まったことじゃないんですけど、うん、はい、まずはその3時のヒロインのかなで、はい、かなでガチ恋勢、はい、そしてもうほんのり共演の字を食らっていた、しっかりね、で新しい理想の彼女を見つけました、はい、みたいなことで、うん、米田2000の愛ちゃん、愛ちゃん6月4日、はい、そしてゲストにも来てくれました、はい、実際その気持ちを確かめさせてくれないですか、うん、言いました、はい、同じくして7月30日今度は後のザ・ダブルクイーンになります、はい、紅生姜、熊本プロレスさんへの愛を、うん、ね、訴えかけるという、はい、そういうことになりました。まあなかなか、がっちり否定されたのかな。いやいやいや、かなじゃない、はい、法で裁かれるぐらいの半径 500m に近づく中でという、いや出てるじゃん、判決が出てるじゃん。いや違う、普通に米田2000の愛ちゃんを引いてたけど、誠がガチ引きしてたんで、ほんまにきついっすねみたいなことずっとそう誠は言ってた。誠はほんまにそういうの嫌いなんで。そうなんです、一緒なんですよ。もう紅しょうがも熊プロも確かに引いてたけど、はいはいはい、やっぱり稲田の方が引いてたんですよ。いやそうなの、なんで相方が引くね。関係ない。いやそれは嫌よ、相方、はい、自分の大好きな相方が、はい、なんかその性の対象と取れるような発言がいろいろあって、結局紅しょうが、はい、が優勝したザ・ダブルも、はい、スケベ目的で見る。いやいやいや、そして絶頂を迎えるというね。いやいやいや、2本目のネタのオープニングで絶頂を迎えて、気づいたらもう違う番組始まってたという。スケ目じゃないから、スケ目やん、スケ目ちゃうよ。いやいやいや、それは思っちゃったけど、それネタはネタで見てますから。でもまあ結果的にジンクスですけど、はい、向井さんが好きになったコンビというのは今年調子良かったんで、ああなるほど、確かに、うん、今どうなんですか、今ちょっと狙ってるというか、はい、個人的に、まあでも難しいですね、はい、あのやっぱ梵天いたじゃないですか、姉妹コンビ、はい、はい、ザ・ダブル、ザ・ダブル兄弟姉妹、はい、兄弟姉妹のやってましたね、はい、それがあの もっと もっと育てるべきなんですけど、なんかどうなんだろう、僕がもっと食べ放題とかに連れて行ってみたいな風には思いました。梵天はやばっすね。いやいや、なんでですか。未来、未来の向かい枠ってこと、未来の向かい枠、まだ細いってこと、そう、もうちょっと、いやそうなんですよ、もうちょっと太ってくれたらいいな。 たらなんだ。いや、めちゃくちゃスケベだなと思った。
めちゃくちゃスケベだなと言ったな今スケベって言ってるよな。いやスケベというか、いやタイプ、タイプってことです。可愛いな。事前番組とか出てた今の奏ではどうですか。あー今の奏でですよね、西丹クリニックで。そうあれね、いやいやでも可愛いです。ずいぶん落ち着かれたなという、うん、思いますけれども、やっぱり未だに可愛い。殿堂入り、殿堂入りです。しっかりとね、前も言った秋葉原のメイド喫茶ですごいぽっちゃりして可愛い子がね、はい、いて、その子可愛いなと思って、はい、あの子のツイッター X をパンと開けたら、10年前の奏でだったっていうのがありますから。え、はい、ありますからって言われても初耳ですよ。そういうことがありますから、初耳学ですよ。いやそうなんです。そうでしょ、はい、びっくりしたんですよ本当に。運命の人やった。運命の人なんですよ。それがあるぐらいやっぱ奏で、餅の奏で、はい、帰ってきた夢っちはどうですか。帰ってきた夢っちがでも随分やっぱ細いですね。細いですね。お綺麗になられて。そうなんですよ、そう、でももうちゃんとね、これはもう制約を交わしてるんですよ、はい、制約、はい、すいません、あのチャンス大城さんと、僕は奏で、チャンスさんが夢っちっていうもうそれやり取り決めてますんで、はい、あそう、推し同担拒否ってことですね。同担拒否なんで、お互い別だからいいねってなってるんですよ。だから仲良くできるね。そうです、そうです。まだまだ3時のヒロインが好き、はい、まあ来年は誰を推すのかというところになってきますよね、はい、うん、そうですね、ブレイクしてますから、はい、あとはね、確かに今年収録に遅刻する人もめっちゃいたんですよね。続きましたね、うん、まあ、オズワルド伊藤さん、はい、これ仕事で遅刻ということでね。そうですね、畑中くんだけでやってました。やりましたね、うん、マユリカ坂本くん。これは驚愕でしたね。はい、これはすごかった。まあ、うち、あのマユリカとマネージャー一緒なんで、はい、うちのマネージャーに聞いたら、まあ、ちょっとなんか渋滞に巻き込まれて坂本さん来ませんって言ったんですけども、はいはい、いざもう坂本さん本番始まってるのに来なくて、蓋開けたら寝坊してたっていうことを まあ自白、はい、自白です、されてしまいましてね、はい、すっごかった。マネージャーの顔、お前いらんこと言うなよっていう。うちのマネージャーってすごい可愛らしい女の子なんですけど、はい、あんな怖い、いや怖かったんだよ、ブルーギルみたいな顔してましたから。怖かった。外来魚の顎、いやいやいや外来魚の歯の小ささ顎を押されて、ま、坂本さんにらんでおられました。いや睨んでたんだよなあれ、本当に睨んでました、うん、坂本さんも今戦ってるかもしれませんが。そうですね、そして藤原のフジモンも、はい、今年になって初めて来てくれたんですが、うん、初っ端から遅刻され、はい、うん、ありました、まあそれまあまあいいか、ここはもう、いやいやいや、ぼや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 というのやめてよ。でも遅刻どころじゃないもん、もう、いやもう、いやいや、わかんないから、いやいや小泉今日、いやもうわかんないから、どうなってるか。フジモンね、フジモンはね、まあこの来年あたりね、うん、どっかで共演したいなというのが我々後輩の思いなんですけども、うん、そして博多大吉さんもね来ていただきました。ゲストに来てもらって、まあだから今年はなんかすげえ豪華な、そうですね、ラインナップ本当に。だからここから先じゃあ一体どんなゲストが来るんだっていうぐらい、ちょっとじゃあ向井さんの人脈もお願いしますよこれ。ああ、人脈、さっくんとか。ああ確かに、さっくん、さっくんね、スノーマンの佐久間さん。いやじゃあ桃鉄の、桃鉄の佐久間明さん、俺が福の神の格好させて、福の神の格好じゃ、それはエノンと、いやいやいや、あの時のジャンプ放送局、エノンとドインとさ、はい、いやいや、だからちさ太郎、ちさ太郎じゃないですよ、あの時のジャンプ放送局じゃないですか。いや、さっくんとか俺来てほしい。だから芸人さんがねワイワイする番組と言ってもよかったけど、うん、やっぱ、はい、まあ俺もですけど、スノーマンのさっくんとかと仲いいから、はい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 、ちょっとその辺もな、確かに、アイドルね、来てもらってさ、うん、で、まあ佐久間さんもそうだし、うん、それこそキスマイの宮田さんも、ああそうやね、アニメ、アニメ、そうアニメですから、うん、アニメでつながってたりするし、あとシャンプーハットの宮田さんもね、いやなんでメンジさん、なんで哲司さんことメンジさんよ、哲司ことメンジ、はい、いや来てほしいよシャンプーハット、来てほしい、大先輩から宮田といえば哲司っていうのもうちはあるから、いやトシヤの方が、この間ねザ・ダブル終わりにね、はい、久々にね哲夫さんと飲みました。哲夫さん、哲夫さんってあんま大阪やから特に奈良にいたりするから飲みに行けへんなと思ってね、うん、久々に飲みに行きましたけども、はいはい、もう祇園か月出たないって言ってましたけど、いやなんでその情報だけ言ってるんですか、言ってましたけどね、まあまあ、まあ、交通費も出ないし、確かに笑い飯さんね、西田さんも来てないから、はい、2人揃ってな、確かにこのラジオ、うん、はい、来てくれてももちろんいいですし、うんうん、はい、あと向井さん、東野さんともそうです、仕事やってるから、東野さんも、東野さんってガス 100%TV とか出てんやろ。そうです。で仕事断れへんってことよね、これは。いやいやいや
ガッツが底の底みたいな。底の底やろ、だってあれは。いや、違うよ、別に。面白いだけで。いや、めちゃくちゃ面白いけど。はい。企業とのね、コラボも面白いですけど。いや、東野さんは来てくれそう。東野さん来てほしいな。東野さんは、うん、可能性あるんじゃないですか。そうよね。うん。まあ、だからその、向井さんの、向井スペシャルもやります。僕が、だから、はい、誰がゲストか知らない時も欲しいですね。ああ、確かに。うん、基本ね、いつも一応僕があの声かけてやっ、うん、好きな人呼んでるから、はい、ちょっと向井スペシャル、いいですね、やりましょう。いいですか、マジで。はい、じゃあもう本気でやっていただきますからね。わ、はい、かりました。断られましたっていうのはなしね、本当に。いや、本気でいきます。お願いします。はい、まだ来週もありますが、今年もお聞きいただいた方はね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後はいよいよイブルルド遥さんをお招きして、向井さんの新しい芸名を本気で決めます。チャンネルはそのまま。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時、最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと、髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには、髪の毛そのものと、その土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は、髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで、2009年から14年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で、毎日のヘアケアを始めてみませんか？詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。キリンの川島明です。天使向井です。今日はいよいよこちらの企画をやります。聖夜の天使向井解明スペシャル。こんばんは。以前からですね、パンサー向井と紛らわしい、うん、もっとキャッチーな名前の方がいいんじゃないかと言われ続けてきた天心の向井聖太郎さんが、いよいよ今夜新しい芸名をつけます。はい、来年、まあ今日からですね。今日から俺は変わりますから。はい、本当に変えていただけるということで、その覚悟がないとやはりこのコーナーできません。はい、やっぱりいいです。いい、ね、そんなことよりピザ食べましょうよ。そんないらないです。いや、そうや、そうや、本当にいらない。だ、覚悟欲しいですね。はい、いや大丈夫です。これはでもここまで大きく番組で取り上げていただいて、ね、半年ぐらいやってますからね、はい、実はね。そしてこう本物の占い師の方に来ていただきました。すごい、イブルルド遥さんです。よろしくお願いしま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 す。イブさん、はい、すごいです。もうラビットでも本当お世話になっております。ありがとうございました。いろんな芸人、いろんな芸能人、イブルルド遥さんにお世話になってるんですが、うん、簡単にですけども私から紹介させていただきます。イブルルド遥さん、独学で研究した幅広い占いで著書も多数出されているフォーチュンアドバイザーです。芸能関係者の間で絶大な支持を得ております。アドバイスを受けて解明し、その後、活躍の場を広げ、ブレイクした芸人も多数ということでございます。はい、まあ、やっぱこう、多いですか、芸能人関係のお仕事。そうですね。やっぱり名前は全てでございます。はっきりと。はい。間違いない。間違いない。はい、長井さん。はい。うん。なるほど。もうそれを根拠に、川島さん。はい。完璧でございます。え、マジですか？はい。川島さんの名前が。はい。はい。もう、お札と同じぐらいいい名前でございます。お札と同率ない。お札と、僕がもう名前書けばそれがお札。お札になります。すごい！はい。しかももう藤井聡太さんと同じ、粘り強さ、底力を持つ男っていう学生です。めっちゃいい。ありがとうございます。はい、さすがでございます。竜王です。はい。竜王。はい、じゃあもうこの、私はいいんだもん。このまま。完璧でございます。名前は絶対いじらない方がいい。絶対に大丈夫です。堂々と自信を持って。ありがとうございます。はい、そこまですごいな。はい。まあ、その点、やっぱり。絶望。いやいや、早い。絶望、地獄、貧血。いやいや、言ってたよ。そこまで言ってなかった、今。その点ということは、はい、ううとイブルルドさん、向井聖太郎の名前、はい、運勢、調べてくれたんですか？はい。
はい。スーパーウルトラ。え？大凶でございます。ちょっと待って、マジで？待って、でも。そうなんです。嘘やん。最もつけてはいけない大凶がついておりまして。え、これ、ほんまにそういうエンタメじゃないですよね。マジなんですよね。そうなんです。もう、はい、人間関係、恋愛運、結婚運が、孤独、うん、人が離れていく。いや、嘘やん。どんどんいなくなっていく。ロンリーチャップリン。ロンリーチャップリン、辛すぎるでしょ。はい、自然に？え？そうなんです。嘘。それは、うん、向井聖太郎というものが。はい、生まれた時からその名を名乗ってから。辛い。はい。辛い、43歳。親が聖太郎だ、君はってなった時から、はい、実はちょっと人とは縁がなくなってた。そうなんですよ。にしてはよ。そうね。にしては売れた。大凶の中では頑張ってる方ですけど、はい、本来もっと人に恵まれて、活躍の場を広げてる男だ。そうなんですよ。これはね、もうほんま芸人みたいで。もったいない。はい。じゃあ今日は以上です。本当に。終わらない、終わらない、終わらない。調べました。大凶でしたで終わる占いあるかい？課金しますか？いやいや、何しますかね。課金します？課金して、ここから。それまでも課金じゃない。いや、ちょっと聞かせてほしいんです。いやいや、しかもひどいですよね。私たち5、6年前にちょっといろいろあったのに、うん、なんかちょっと久しぶりの再会を、なんか赤の他人みたいに、ひどい私、しかもクリスマスイブに、イブルルドが来たのに、イブにイブルルドが来て、何かあったんですか？そうですよ。言い方変だ。チークダンスまで踊ってなくて。いや、言い方が変だ。ちょっと緊急特番。いや、ない。天心向井さんのイブルルドさん。聖なる夜。ひどすぎますよね。言い方がひどいっす。イブルルドさん。ね、いや、僕、面識ないと思ってたんですよ。ひどいでしょ？先週も言ってたんですよ。はい、イブルルドさん来ます言ったら、あ、はい、みたいな。ひどい。なんかちょっとイブルルドさん。通過した女だと思って。いや、ひどすぎるわ。反応が。聖夜を共にした。いや、違うびっくりしましたね。ちゃんと聞いてなんか、思ったわ、思ったわじゃないんですよ。急に髪の毛上げてね。いや、今日セットしてるけど。何が？いや、違うんですよ。それね、番組、占い TV っていう番組があって、はい、それロザン菅さんがやられてて、はいはい、そこに僕もレギュラーで出させていただいて、はあ、その時にイブルルドさんもこちらレギュラーでおられて、毎週やってたんですよ。同じ番組やってたな。そうなんです。そうです。はそのテンションじゃないですよね。なんかね、久しぶりとか言わんと。そうですよ。前見て、うっすみたいな。はい。しかも LINE まで繋がってるのに。いや、俺だけがなんか遊ばれてんの。いや、なんでなん気まずなってきた。もう帰った俺。違います。でも見てくれて俺。いや、やめてください。ちょっと最後まで付き合ってくださいよ。そこが付き合ってんねやと俺も言うことあれへんから。付き合ってないね。付き合ってないね。はるかさんがそう言ってんねん、はい。お前はそのつもりかもしれんけど、はるかさんはもう繋がったって言ってんねやから。繋がったは言ってなかったよ。いや、イブルルドさん。違う、番組で一緒だったって、はい、番組でレギュラーで一緒やったやろ。レギュラーで一緒で、なんでそれでチークダンス踊ってそれが。ちょっとまあなんか番組のそんな番組そんないや、まあ、なんかお酒の席の打ち上げみたいなのもあってみたいなことじゃないですか。じゃあ番組じゃないやん。そうでしょう。打ち上げなかったことになってるんです。ちょっと待ってや。いや違う。ほなもうイブルールド迎えでいいやん。いや。イブルールド一問ですよね。一問は背負いすぎだよ。いや絶対にええんじゃん。いや違う。これでまあいろいろですねこの番組でも。うん候補の名前、我々ど素人ながら、うん、まあ、語呂がいいんじゃないとか、あとリスナーの方からも熱いメールたくさんいただきまして、うんはい、おさらいしておきますが、はい、ラジオネームトップガンさんからは、ずっこけロボッツムカ教授。なんでこれになる？ラジオネームかっこいい土下座さんからは、はい、肉戦艦ビラブロ。おせんべいオリバさんからは、はい、ハスムカイ。あなるほど。ね、ラジオネームクワゲンさんからは、ムカマル。うん。ラジオネームユーサヤさんからは、ムカディフグ。カッコ、元ネタはアンディ・フグです。いや、そこまでな。いらんでしょ、で、これが本命なんですけども、はい、ラジオネームニラ・キリマルさんの、うん、え、珍しい汁と書いて、珍獣。なんで本命になってんの？なんでこれ本命になってんの？これが太字ですね、今ね。太字じゃないよ、太字じゃ。で、私が考えたのが、ボム兵ハンカチョウ。すごい名前だな。インディアンス・キムさんは、イボ・トリンドル・ムカ。向井さんの首元にイボができていたので、はい、取った方がいいという気持ちを込めて、うん、イボ・トリンドル・ムカ。インディアンス・タブシさんからは、ザ・グレート・ムカ。あ、言ってた。ランジャタイ伊藤さんからは、白ラノベちゃん。かわいい。ランジャタイ国崎さんからは、ペルージャのヒデちゃん。違うんだよな。中山のヒデちゃんじゃないというね。はい、おいでやす小田さんからですね、向井という読み方は一緒なんですが、虫に、蚊、モスキートの蚊、うん、胃袋の胃と書いて、向井。なんでこれやねん。令和ロマン煙さんからは、向井寝言、うん。令和ロマン車さんからは、向井ワイン。はい。ババゾナズサさんからは、向井だにゃん。リビングフォーエバー。長いよ。以上いただきました。はい。まあ、いろいろな候補がね、先生。はい。こんだけ用意させて、うん、いただいたんですが、はい。何かこの中でですね、はい。ちょっと、イブルルドさん的に
かも、良くも悪くもですけども、何か引っかかった、はい、あ、これって あるんでしょうか。やっぱり、さすがだなと思ったのは、はい、名前がいい人が考えたのは、名前がいいでございます。はい。マジっすか、はい、はい。だから、ボムヘイハンカチは、いいです。ちょっと待って、マジで、ね、嘘やました早いって。12月24日。ちょっと早いって。今日は、ボムヘイハンカチを、はい。ちょっといろいろ聞かせてよ。それ、いいならいいでいいけど、話は聞かせて。いいんでございますよ。いや、ちょっと待って。チャンスでございますよ。いやいや、言ってたけどございます。はいはい、どういうことですか、はい、これいいんで。38画数、その道を、はい、極めるという、もう師匠です。ボム兵ハンカチョウなれば、はい、師匠と言われる存在だ。はい、そうなんです。これ私が考えたやつ。はい、バッチリです。その他には、ハス向井さん。お、はい、おせんべいオリバーや、はい、やっぱり名前がいい人や。はい、さらに、ムカマル。ムカマル。ワーゲンさんが考えたムカマル。ムカディフグ。ムカディフグ。はい。この三つはカリスマです。はい。ハス向井、ムカマル、ムカディフグ。ちょっと待って、ムカディフグ。カリスマ大吉。ムカディフグはこの元ネタの部分、もう含めるんですか、これは。含めなかったです。ムカディフグだけやと、うん、はい、なるほど。カリスマ？はい。スターです。売れるんだ。はい。カリスマ性を発揮して、もう存在感がもうスターで、うん、みんなに注目集まるっていう格差です。すごい。ハス向井、ムカマル、ムカディフグ。まあ、はい、この中でわりかしリアルな、うんうん、名前なんですけど、はいはい、この3つは自覚がいいんですかね。めちゃくちゃいいですし、私もちょっと向井さんのことをすごい考えたんですよ。はい、考えて考えて、降りてきました。あ、ときめいた声ですかね。いやすごい乙女な声で。そしたら、ありがとうございます。すごい、はい、天心、はい、半太郎。ハンタロウ？はい。あ、イブルルダさんが一から考えてくれたの？はい。え、あ、そうなの？天心、ハンタロウ？降りてきたんですよ。ハンタロウ？はい。マジで？はい。これもう、そしたら、画数をたまたま調べたら、うん、もう喋りはいいわ、男前だわ、うん、リーダーシップ取れるわ、はい、もう秋元康さんと同じ。才能でお金がわしゃわしゃ出てくるっていう画数で、はいはい、しかも夢を常に叶え続ける男っていう画数です、はい、天心半太郎、はい、字としてはあのコンビ名の天心ですよね、はいはい、で天心半でいいんですか、はい、ご飯の半で、うんうん、天心半で太郎、はい、太郎はちょっと大盛りの大の方で太いはダメなんですよ。太くない。ああ、大じゃないとダメなんだ。そうなんですよ。ローが本当は本名の方のローを使いたかったんですけど、うん、はい、月じゃない方で。自覚の問題で、はいはい、天心半太郎にすれば、はい、もう秋元康さんぐらい売れるってこと？売れます。マジで？すごい。これも私降りてきました。はい。はい。ああ、でもめっちゃいいかもな。はい。半太郎。半太郎。半、うん、ちゃん、半ちゃんとかも呼ばれる。いや、ダメです。勝手にやめてください。お前、勝手にさ、半チャーハンみたいにすなよ。寂しくないで。お前は、今は天心向井が考えてることやから、はい、何やってもダメなんだよ。そうなんです。スーパーウルトラ大凶になるんですよ。厳しい。ダメ凶になるんですよ。息味じゃねえよ。息味じゃねえけど。いや、イブルルさんが降りてきたっていう、だから考えたんじゃない、降りてきたんですか、ね、うん、降りてきました。そう天心半太郎や、はい。そうか。これ、本当に太郎の太が大きいっていうのもすごい信憑性ありますよね。そう、大事なんです。一角違えばもう全、うん、人生変わっちゃうんですからね。うん、一角違うと、もう、変わった女がやたらと好きっていう画数になっちゃうんです。お前やないか。俺見ろよ、お前。だから全部画数に性欲も性癖も出てんねん。元通り。元通りや。これを太くしたら、もう意味ないねん。また変わった女好きになってる。あ、そうなんだ。これがカタカナでもダメなんだ。そうなんです。もう絶対天心半太郎。そうなんです。素晴らしい。はい、すごい。いやー、素晴らしいんですが、はい、実はですね、イブルルドさんも、はい。解明のプロですけど、芸人界からも解明のプロがいまして、うんうん、実はジャングルポケットの、おたけさんが、いろんな芸人に名前をつけては、その人がブレイクしてるっていう背景があって、まあ、本当無意識かもしれないですけど、彼にもちょっとそういう運気があるのかもしれなくて、実はおたけさん、今日はこの場には来れなかったんですけど、名前だけ考えてくれました。すごい、おたけ。はい、おたけさんが、二つ考えてくれました。ちょっと可愛い熊さんっぽいので、芸名は、ベア。ベア？ベア？熊のベア？いや、熊っぽいので。ああ、熊っぽいって言ったから。ベアさん。ベアね。ベアニー。ベアニーか。ベアですね。ベア。もう一個。はい。あくまで見た目ですが、しゃもじ。見た目でしゃもじ？しゃもじです。俺、しゃもじ。これでも、うん、おたけは多分降りてきたんですよ。はい。そんな考えずやったんですよ。うん。あと、広島生まれですよね。ああ、本当ですね。もうこれしゃもじで。そうか。実はもう、いや、確かに説明できてるんですよ。ほんまや。すご。これをどう取るかということなんですが、
ベアーとシャモジについても、はい、イブルルさん、はい、え、いいんですか、なんとも鑑定してくれるということで、はい、本当ですか、はい、じゃあ向井さんはどっちがお好きですか。あ、いいですね、うん、僕ですか、うん、今の話の流れもありますけど、うん、シャモジの方がいいかなと思いました。そうですよね、はあ、スーパーウルトラ、うん、大凶ですドボンですお前が選んだらあかんねん。だからマジかよ、いつも直感と逆いかな。マジっすか、何でも救われへんねシャモジ。シャモジダメ、孤独、またまた孤独です。名前変えても孤独だから選ぶんですよ。だから、はい、シャモジ選んでくんねや。そうなんです。嘘、それが集まってくるし選ぶんです。また選んじゃう、無意識のうちに孤独を選んでんねん、はい、これベアーですよ。ベアーはスーパーウルトラ大吉です。あ、大吉なんだ。はい、ほんまにいいんだ、崩したんや、はい、嘘、マジっすか、はい、ほんま本当にそうです。ベアーいいんすか。はい、いいです、こちらもスーパーウルトラ大吉で一生安泰、困ったら必ず誰かが助けてくれるという画数です。いいや、はい、めっちゃいいっす、助けてもらいたいし、はい、ベアーなんかな、これベアーですか、天心のベアーじゃなくて。どうします？それつけるかつけないかで、どっちですか？つけたいですか？つけたいですか？そう、もうやだよ、もうその二択。向井に全部二択聞きたい。二択やだよ。二択やだよ。二択やだよ。好きな数字4つ言って、それ以外のナンバーズ全部買うから。なんでやねん。なんでこれ全部裏張りするんですか。いや、でも正直、コンビ名ですから、まあ解散はしてないし、だから天心ベアにしたい。天心ベア？はい、うん。したいですよね。うん、はい。それは、スーパー、よっしゃよっしゃ、ウルトラ、マジで大凶です。ちょっと嘘やろ、嘘やろ、イブルルドさん。お前なん、すごいよ、天文学的な数値に似た顔してるよ。そうです、スーパーウルトラ大凶って、80画の中で4つしかないんですよ。うん、え、え、はい、ちょっと待ってください。その中に天心、向井星太郎も入ってるんですか、ね、はい。常にそれを選べるんです。選べるんだよ。俺も選んじゃうんですよ。選んでんで、だから天心ベアはダメ。だからスーパーウルトラ大凶孤独でございます。また戻った。はい、また戻った。何回戻んだよお前孤独に。すごい。振り出しに戻ってる。ベアだけにすれば、可能性は全然違う。はい、そうなんです。おもろ。これね、先生ね。この解明したら、向井ほんまに変えるんかと。いきなりね、表記を変えてしまうと、いろんな番組にもちょっとね、迷惑かかるかもしれないんで、向井さんから実はですね、なんかちょっと挑戦したいことがあるんですよね。はい、はい、そうなんです。2024年、僕正確なんで芸歴の制限がなくなった R1 にちょっと挑戦したい。挑戦です。久しぶりの挑戦。はい。一人で。すごい。思ってます。そしてその名前を、はい。あと今回、はい。決めた名前でエントリーするという。はい。すごい。これで結果出したいという思いがあります。出たらもう人生本当に変わりますよ。はい、ね、うん。ファイナリスト、そして優勝までいけば。はい。先生的に、ま、全部大吉ですけど、はい、超大吉は、やっぱり天心半太郎抜けてるんですか。そうなんです。80画の中で一番いい画数が入ってあります。うん、天心半太郎、はい、天心のじゃなくて天心半太郎、はい。もう天心半太郎がいいです。うん、ああ、でも確かにな。はい、天心半太郎に、はい、各テレビとか、はい、スペース上げてほしいわけね、はい。はい。ちょっと開けていただきたい。そこで開けて。余白も、まあだから自覚に関係してくるんだ。そっか。区切る場所で。区切る場所は関係あります。はい、あ、そうか、はい。川島明じゃなくて、はい、川島明だったら全然違うんです。そら、そうなんです。そら、あかん、わかんないろ、お前。川なんて名字、お前。わかんないでしょ、それ。わー、なるほど。へぇー。いや、リスナーの方も、いろんな芸人さんも考えてくれたんで、うん、これはまあ、イブルルドさんが現地来てもらってるんで、うん、うん、うん。まあ、あとは向井さんに託します。はい、もう向井さんの口から決めてください。はい。1番、天心半太郎。はい。2番、ベア。うん。3番、ハス向井。4番、ムカ丸。はい。5番、ムカディフグ。はい。もうすぐ時点で、ボム兵犯課長ですね。これも川島が考えたんですよ。そうですよね。それもでかいよな。理由を川島が考えた。うん、はい、確かに。ボム兵犯課長。いや、確かに。俺もあれですよ。ボム兵犯課長やったらダメですよ。いやいや、区切る場所もこれ大事なの。犯課長ですから。はい。あ、ボム兵で区切る。ボム平とかやめてください。ボム平はダメなの。意味変わるから。難しい。向井さんの方から。はい。はい、もうほぼ新しい芸名と言ってもいいですよ。これでね、R1 とか出たら。はい。あいつ名前変えたんやと思いますから。うん、新しい芸名を発表してください。はい。私の新しい芸名は、天心半太郎です。ありがとうございます。これはもうだって考えたんじゃないんですもんね、うん、降りてきました。降りてきたからすごい。ここでつけなきゃもうないんですよ。はい、そうですね、はい、うん、天心半太郎です。天心半太郎で、うん、いやでも俺もパッと字を見た時に、うん、うわ思いましたもん。光ってましたもん。そうですよね、うん、しかもですね、うん、今まで運気も
ずっと悪かったんですよ。6年ぐらい悪かったんですけど、この6年、今から20年間運気爆上げです。すげえ。はい。もう64まで売れんの？はい。もうずーっといいです。やった。どん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 いいです。絶対天神半太郎やん、はい。絶対じゃないですか、はい、ほんま。すごっ。しかもラッキーカラー、グレーです。グレー？はい。あ、いいじゃない。今、ね、グレー着てますよ、俺。すべてが今、好転しだした、ねはい。この瞬間から、はい。そうなんです。そう。すご、はい、お前、大凶で一番売れてたんじゃん。大凶市場ね。もったいなかったよ。この25年。だ、そういう、あれですか、スーツとかの衣装もグレーやったよ、今まで。そうですね。だ天心半太郎のグレーがいいんですね。いいです。そうか、そうか。迷ったらグレーのやつを身につけたり。うん、いいです。なんかそういうスーツとか。はい。シルバーもいいです。シルバーもいる、はい。だからちょっとそっち系の色や。はい、そうなんだ。うわぁ、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、嬉しい木村くんに電話しますか。そらそうでしょ。まあまあ。発表。そうですね、確かに。相方もだって人、はい、ね、運命共同体。はい。そらそうやわ。ちょっと出るかな、うん、ちょっとね、まあ時間的に。まあまあ、ちょっとこの時間出てる。天心半太郎になっていただくと繋がります。うん、うん、うん。ああ、そういうこと？そうなんです。天心半太郎ですね、あなたは。僕は天心半太郎です。絶対繋がって面白いから、はい。なるほど。わ、はい、かりました。うん、天心半太郎です、はい。はい。絶対繋がって。そうか。出ないなんてことありえないよ、これ。うん、うわ。そういうことか。ラジオも運やね。いや、過去、向井の時に繋がらないいっぱいあったんですよ。そう、孤独なんです。画数が。だから後輩にも七曲がりにも切られてたよ、ね。確かに。そういうことだ。あれ、天使。もしもし？はいはい。あ、ごめんごめん。え、どうした？息切れてるけど、ごめん。で、事故った。事故った。大丈夫。全然大丈夫。事故った？いや、全然。相方の運気下がってない。大丈夫？ちょ、ごめん。なんかの最中？勘弁、それだけは。おもろすぎるから。なんか、大丈夫なんでしょうね、今。全然大丈夫です。気にしてないで。ああ、そうそう。あ、ごめんごめん。ごめんね、急に。最中じゃない？裸じゃない？俺、なんか、こういう漫画読んだことあんねんけど。スマホで、しこってない。大丈夫？じゃあ、いいですけど、大丈夫ね。ちょっと、ごめんなさい、こっちから。はい。ごめんなさい、木村くん。何？やばいやばい。クリスマスイブの、ね、イブから、俺が、名前が天心半太郎に、なったわ。え？名前変えた？名前変えた。半太郎？うん。あ、違う違う、天心。天心半太郎。その、略したらあかんねんて。で、ちょっと待って、天心ってコンビ名であるやん。うん。あるよ。その下に半太郎がついたの、うん、それとも、いや天心の天心半太郎な、うん、天心半太郎っていう存在やね。存在が？うん。私が呼ぶときは何て呼べばいいの？天心半太郎。うん。はい、半太郎とかダメよ。うん。あ、天心半。太郎もダメ。ああ、やっぱりな。そうやね。絶対あかんねん。それはもう絶対あかんねんて。絶対あかんねん。絶対あかんねん。俺の性癖が元に戻んねんて。まあ説明すると長いけど、うん、まあ、はい、そうやねん。性癖戻んねん。うん、また化け物になっちゃうねん。もしかしたらね、天心向井聖太郎やったから、木村くんが岩手行っちゃったかもしんないのよ。はい、ああ、孤独を呼び寄せる名前やってんて。そうそう。本物のね、占い師のイブルルード遥さんに今スタジオ来てもらってんだけど、すごい。本物なんだから降りてきたってことで、天心半太郎になりました。ああ。いいですか、はい、まあ、全然大丈夫ですよ。ごめんね、ありがとう。急な電話になっちゃったけど。まず、細かいの教えてください。その、呼び方とか。誰か呼んでるの誰わかんないけど。今家？略し方とか。今家です、はい。じゃあ、お忙しいところ申し訳ないですけど、うん、とりあえずスーツもお揃いでグレーになりますので、ちょっと申し訳ないんですけども。グレーのスーツ。うん。買ってください。あ、向井が？二人で。え、僕も？はい。二人ともグレー？はい。やっぱり揃えた方がいいですよね、これはね。はい。そうですね。あと何かしらシルバーをつけてやりたいと思いますんで。シルバーアクセガッチャガチャつけるんでね、はい。お願いしますよ。それで、はい。向井が幸せならそれでいいです。あら、優しい。ありがたい。やっぱ天使半太郎になったから、うん、そうだ。愛が来た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 。うわぁ。ごめんね、ありがとう。申し訳ない。いえ、じゃあスーツ買っときます。うわぁ、愛が来た。かっこいい。
ハマってたんや。涙が涙が出ます。ありがとう、木村くん。ありがとう。頑張ってね。それじゃあ。半太郎よろしくお願いします。あ、じゃあ天使半太郎やね。性欲が戻るから。うん。ありがとうございます。なんて温かい家や、木村くんは。いや。これ、まあ正直、その、解明前だったらこうなってないってことですよね。繋がってないです。で、しかも結構、なんか、状態的にどういう状況か分かんなかったですけど、普通出ない状況多分ですけど、はい、パンツ履いてなかった。いや、家はぁはぁ言うて。いや、家やからやん。家やからね。家やからですよ。はい、天心半太郎爆誕、うん、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、向井聖太郎さん改め、天心半太郎が、R1 グランプリ乗り込みます。はい。そして結果が出たらほんまに芸名これでいきますから。はい。イブルールさん一人の人間の人生変えてくれてありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、イブルールとはるかさんありがとうございました。スカルプ D プレゼンツ、青島明の寝言。皆さんは、ご自宅のシャンプー、どんなものを使っていますか？男性の髪の悩みは千差万別。だから自分に合ったシャンプー選びが大切です。頭皮のベタつき、匂い、フケやかゆみ、髪のボリューム感、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、一つでも思い当たったらスカルプ D シャンプーを検討してみませんか。3つの有効成分配合のスカルプ D 独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ、青島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、青島明の寝言。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言、麒麟の川島明です。天心半太郎です。さて、この番組はメンズシャンプーでおなじみスカルプ D さんの提供でお送りしております。はい。そんなスカルプ D さんが今人気アニメとコラボレーションしております、天心半太郎。はい。紹介お願いします。はい、かしこまりました。今回紹介するのはスカルプ D とハンマバキのコラボレーションでございます。こちらハンマバキは板垣圭介先生のアニメ作品でして、地下闘技場のチャンピオンハンマバキとその父親で地上最強の生物ハンマユージロを中心に強さを求める者たちが戦いに明け暮れるというストーリーでございます。はい、はい、もう男子ならもう全員が好きです、ね、大好きな作品です。教科書、そう、教科書すな、すなというね、まあアニメ好き漫画好きなら絶対見たことある言い方ですけども、こちらハンマバキはですね、ガイデンピクル、ピクルウォーズ編と地上最強の親子喧嘩編がネットフリックスで全話配信中で、そうです、そうなんです、10月からはテレビでも放送しております。ということでスカルプ D ではアニメハンマバキと髪を鍛えるシャンプー、スカルプ D ネクストプロテイン5とのスペシャルコラボ商品を発売中でございます。うん、はい、こちらプロテイン5というのは髪を鍛えろをメインメッセージに、髪のボリュームが気になる方や将来の髪に不安を感じている方を対象としたブランドでございます。はい、はい、こちらでね、力強く髪を育てていただきたいプラス、今お買い求めいただけますと、こちら作中に登場するビスケットオリバーが、はい、球体となった姿を模した握力ボールがノベルティとしてついてきます。そうなのよ。いや、これはね、一度マジで見てほしい。毎週握ってますけど、たまらんすね、はい、これは。そうですね、これは本当置いてよし触ってよしですから。犬とかもたまらんでしょ、これ確かに。そうですね、犬のおもちゃのぐらい硬くて丸くて、うん、そうそう、まあ、握ってると気持ちいいんですよね。うん、こちらはね、ぜひ本当に、触っていただきたい、スカルプ D ネクストプロテイン5オリジナルセットが全国のドラッグストアなどの店頭で数量限定で販売中でございます。X ではプレゼントキャンペーンも実施しております。詳しくは公式キャンペーンサイトをご覧ください。それでは期間限定のコラボコーナーに参りましょう。最強の決勝戦、最強を求める男の姿を描くハンマバキにちなみ、あらゆるジャンルの最強決勝戦をマッチメイクするコーナーです。はい、秀逸なメールを送ってくれたリスナーの方にはハンマバキコラボスカルプ D ネクストのシャンプーセットをプレゼントします。うん、どんどん面白くなってるこのコーナーでございます。はい、1回戦からいきますか。ラジオネーム北区の北区支持者さんからいただきました。つかめそうでつかめない決勝戦、タンポポの綿毛 VS トマトのカニック
つかめないですね。時間かかるんですよね、あれね。ほんま、うん。どうやって取んの、あのまな板の上の果肉。あれもう絶対取れない。いらんしな、もう。あなるとね。いらんねん、あれ。そうそうそう。シンクに入れが。怖いよな。中で緑出されて怖いな。驚く。緑な、中。ラジオネーム、ロースコアボーイ。携帯で、ちゃんと入力して検索するとき、打ちにくい決勝戦。サマーズ VS ハリウッドザコシショウ。まあ普通にはいかないですね、はい。そうですね、出ないですね。サマーズもカタカナやしな。うん、ハリウッドザコシショウ、うん、師匠が感じになったりとか、ね。難しいですよ。福島県ラジオネーム関根つまる、はい。トゲトゲ決勝戦。ハリネズミ VS 古田新太の帽子。いやもう。一番とんがってるからね。これはもう本当に、マリオのジュゲムが投げてきてもおかしいだよ。帽子をね。ウルタラトの帽子、はい。なんであんなとこにいっぱい病があってね。怖いんだよな、あれ。川。これやっぱ川よ。川だから。あの重さに耐えられるの川や。すごいな。ラジオネーム愛犬の名前は小町。はい、一瞬、時が止まる決勝戦。めっちゃ寝たのに、朝起きたら遅刻確定の時間 VS。自転車パクられてきた時。焦るな。もう一回止まるよな。え？ってなる、ね。信じられない自転車パクられてたと。うん。そうなんですよね。そんなわけないと思うけど。受け入れないね。はい。過去に。別に声出さないですよね。うん。友達にも言わない。うわーでもないからね。ないからね。うん。ラジオネーム、北区の北区市場。周りの人を見ながらやる決勝戦。懐石料理を食べる順番 VS。ラジオ体操第2。はははは。そう。ちょっと不安なんですよね。で、やっぱ気持ち悪い動きするんで、うん、ちょっと自分だけっていうのは嫌ですよね。どれぐらいみんな本気でやってるみたいな。見たりするんですよね。2はね、はい、2になると人間って異常に照れるから。2はやっぱきついんですかね。なんでなんでしょう、ね。いいですね、うん。あ、これいいですよ。ちょっと長文ですけど。はい、ラジオネーム、小地光子。現実世界におけるマリオパーティーのミニゲームみたいな瞬間、決勝戦スタッドレスの時期に倉庫から車までタイヤを転がしながら持っていくとき VS 新幹線からの乗り換えで大量の人の流れに逆らいながら JR 線に向かっていくとき。いいですね。頭の中で浮かびますね、はい、これは。ちょっとね、はい、ルイージがちょっとごめんなさいって言ってる感じ。ルイージね、はい、フィニッシュって終わりそうですもん。いいですね。マリオパーティーのゆるさ好きやわ。うん、いやー、これぴったし。これどうやってやんの？これどうやってやんの？って言ってね、一回目。4人中1人はようわからないから。あ、これ練習やったんこれ。練習がリアルすぎるっていうね。あ、チュートリアルみたいなやってるから。あ、これ本番じゃなかったんだっていうね、うん。ありますね。あります。ラストでございます。はい、これ好きですね。滋賀県ラジオネームなめたけ46さんからいただきました。はい、最強の全校集会で生徒がざわついているけど、ずっと待って、出てくれる校長決勝戦佐藤しおり VS スリムクラブ内間。これ内間がちょっと有利かなというところはありますけどね、まあまあ、内間はもう待ちますね。しおりちゃんはやっぱニコニコ怒らないという感じでやってきて、うん、はい、内間は何で待ってるかも忘れてますからね。あの喋り出しを忘れてますから。これはいい決勝戦、うん、どちらかが喋り出した負けっていうね。そうですね。難しい戦いだ、うん。嫌味も言わないです。皆さんが静かになるまで。普通ね。8分経ちました。そんな言わないです。言わない。あのねって言うから、うちも。うちもあのね。喋り出した。この間さ。普通に喋って。いいですね、うん。ということで、やっぱちょっと強いですね。はい。この最後のやつも良かったんですけど。いや、レベル高かった。あ、ラジオ体操も良かったですよね。いいですね。2枚読んでますからね、こちらの方もね、はい。ということで、滋賀県ラジオネーム、なめたけ46さん。と、ラジオ体操第2を送ってくれました北区の北区市女さんにはハンマバキコラボスカルプ D ネクストのシャンプーセットプレゼントします。おめでとうございます。おめでとうございます。どんどん送ってください。以上、最強の決勝戦でした。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。皆さんは育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？アンファーの2020年の調査ではその違いを正しく理解している人はわずか 6%。 髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤、対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは発毛有効成分のミノキシジルを一般用医薬品として
国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し、頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、続いては今週の本坊幹事。私の同期で山形県住めます芸人のソラシド本坊さんから送られてきた近況と、スタッフが調べた天心向井さんの近況を戦わせるコーナーでございます、はい、どちらがよりお笑い界に貢献してるか、いよいよ決勝。今日の判定は2人しかいないんでね、はい、ブースの外のスカルプ D さんにお願いします。ああ、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いいたします、うん、一番フェアですよ。はい、ね、そうですね。芸人さんやったらなんかノリがあるのかと思って本番の勝利とか言ってましたけど、はい、これはもう完全勝ちスカルプ D さんでございます。よろしくお願いします。もう12月に入ってからの、活動状況という意味では向井さんもやはり、まあ、アニメ仕事も多いな。いやいやいや、めちゃくちゃやらせてもらってます、うん、忙しい忙しいですね。12月はもう本当に休みがないぐらいじゃないですか。マジで。はい、天使向かいでまだね、どうなんねお前大凶でそんだけ仕事してて天使半太郎になった時に、半太郎になったらほんまに半分ですよこれそうですね。どうなるか、もうラストかな。天使向かいとしての活動、これ発表するのもな。いや、そうですね。これは過去のやつを見てくれてますから、ね、だから曲げてたんですかね、うん、ちょっとね。まあ今回まだ天使向かいさんの近況ということになります、はい、いやもう全然全然。12月4日、はい、YouTubeテンシン向かいの本気チャンネルに動画を投稿。地元である広島県福山市の名産や魅力をアピールした、はい、福山のイベントに出演した時のエピソードとして、台本がオープニング5分、トーク50分、エンディングと書かれた1枚の紙だったと明かし、はい、福山の人はピュアだと語っていた。いや本当にね、ちょっとこれバカにしてますよね。なんかピュアと言い方って、なんかそのなんかオープニング5分、トーク50分、エンディングとか言ったね。いや、しっかりしてません。いやいや、しっかりしてませんよ。いや、ピュアとかそんなさ、いやいや、ピュアですよ。だってこれでいけると思ったんだから。で、そう信用してたんですけども、まあこれも天心向井という名前を名乗ってるので、これ、ね、大凶でしたね。これも大凶なの。ついな。12月5日深夜、はい、X で自らの人望の厚さをアピールする。え？その時の投稿です。夜のですね、1時39分、はいはい。12月ってやっぱり忘年会シーズンなんだなぁと思うくらい誘ってもらってます。バロケル。何これ？なんやこれ？本当にね。なんなん1時半。いやいや、これはよくない。そんなこと引っ張りだことですよ、みたいなこと、うん、書いてみるな。確かに書いてますね。あなたが投稿して乗っ取られたんですか？いやいや、違います。何ですかこれ、天心向かいの投稿。ちゃんと投稿しました。すいません。はい。これはちょっと浮かれてましたね。誘われすぎてっていう。そんなに誘われてんの？いや、まあまあ、はい。いや、まあ、そういうことじゃないですけど。闇営業。闇営業じゃないですよ。はい。忘年会で。いや、ないのよ。闇営業丸。闇営業丸じゃないです。これが1時39分や、夜の。はい。その後ですよ。え？同じ深夜。はい。午前2時4分ですね。はい。6時に起きられるように祈る。なんなんこれ。そうですね。忘年会見て引っ張りたくないなと思ったら、はい、その30分後ぐらいに6時に起きられますように。12月6日、はい、朝を迎えました。はい、12月6日朝起きる。起きれましたよかった。そういうこともあるやん。何これ。ありますやんそれぐらいは。何これって言われて。乗っ取られてないとおかしいよ。いやいや違う、それぐらいのことありますで、 X だったら日常茶飯事で別に。12月7日。はい。YouTube 天心向かいの本気チャンネルを更新、はい、天心向かいの本気金配りと題し、はい、以前にも行ったダイレクトメッセージをくれた人にお金をプレゼントするという動画を公開、はい、制限時間11分に設定し、 X に僕と相互フォローしている方で1万円欲しい方は DM くださいとポスト、うん、最初の3分はゲストの吉井正夫さんもリポストして呼びかけた、はい、結果誰からも来なかったマジで、なんこれ。これはほんとゾッとしましたね。リポストもしてくれたんよ、吉井君。はい、やってくれたんですよ、わざわざね。その場にいて。やってくれて。やっぱり孤独なんですよ。これが孤独を。人を巻き込んで何かやるっていうのは天心向かいに無理だったんですよ。これだから解明しますから、天心向かいの本気チャンネルも名前変わりますよ。はい、天心半太郎の本気チャンネル。天心半太郎の、うん。
ボムヘイハンカチ。いや、くっつけんの。くっつけんの。またちょっと話変わってくる。まあ、とにかく天心半太郎の活動をしてほしいんですよ、そうですね。天心半太郎として動こう。さあ、ということで、本坊ガンジさんからの近況をいただいてますからね。はい、スカルボディの皆さんよく聞いてください。寝言。年末年始にかけて公開される映画、脱東京芸人のチケットをクラウドファンディングで特典付きで販売しました。長ネギ、里芋付きのチケットや、いらなくなった工事現場のアルバイトで使っていたヘルメット、さらに山形のロケで作ったお皿の焼き物なんかも全部販売しました。すごい。お皿などの食器類が全て売れました。よかった。食器が足りなくて困っています。うん。買ってくれた人がいたら聞いてほしいのですが、返してください。お金は払いますということ。いや、違う、意味がわかんなくなってるから、それは。あざすー。あざすじゃないですよ。やり方は間違ってる。ちょっと困ってるんで、今回近況と言いますか。食器返してください。本坊のです。いや、盗んでるみたいになってますけど。自分で出した。心はある方、ちゃんと返してくださいね。はい、いや、自分で出した。お金を払います。いや、なんでだよ。あっちもお金払った。足りないんです。もう手で食べてますよ。なんで、直で行くね。シチューとか。いや、危ねえな。危ないな。いや、まあちょっとまあこういう近況です。そうなの？とはいえ、クラウドファンディングはね、もういよいよ年末年始にかけて映画公開されますからね。ほんとすごいですよね。ということでございました。判定いきます。はい。向井の近況の方がお笑い界に貢献したという方。あり。あり。いえ、聞こえてますか？なってないなぁ。あれ？本坊ガンジさんの方がお笑い界に貢献したという方。あれ？一票。はい。いや、ちょっと待って。これ、何人の票が入る予定だったの？いや、ブースの外にはね、6人やはるんやけどね。言いますよね。手上げたのは一票なんで。いやいや、ちょっと待って。そんなし他の方はもう、はい、まあ、どっちでもいいという。嘘やろ。方なんでしょうか。本坊ガンジさんの勝利です。行くぞ。以上、今週の本坊ガンジでした、はい。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で、寝言アットマーク、tbs.co.jp。寝言のスペルは、negoto です。番組ホームページや X のアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしております。連動キャンペーン実施中、番組のアカウントをフォロー&リポストしてくれた方の中から抽選で毎週1名様にスカルプ D のシャンプー&コンディショナーのボトルセットプレゼントします。今週は12月30日土曜日までにリポストお願いします。あ、これ年内もう一回やるんですか？大晦日や。そうか、大晦日スペシャル。そうか、大晦日あるんだ。素晴らしいですよ、はい、本当に嬉しい。やっぱそういう国のビッグイベントと俺たちは戦っていきたいな。M1 大晦日、今回は正月は良かった、ラッキーや。相手に恵まれましたよ本当に。川島明の寝言はポッドキャストでも配信されます。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。天心半太郎、はい。まあ俺ちょっとほんまに今お前じゃ気になってんけど、はい、そのなんなんチークダンス踊ってイブルルドさんで、今考えたらイブルルドさん、はい、お前のタイプちゃうんか。おかしいっすよね。いや違うんです。今までの情報を言ってると、はい、イブルルドさん、いや、まあ、めちゃくちゃ理想ちゃうんか。お前帰らはったけども、そりゃそうなんですけど、胸元も今日セクシーに開いた服着てはったけど、あんな夜を忘れたんですかみたいな、結構マジの顔して言ってはったよ。違うって全てを手に入れるやん、このままやと。いや、それはね、天心半太郎になったことで、ね、天心半太郎なった瞬間に孤独が抜け出す、全てはイブルルドさんの導きのままに。驚いたの、ほんま。イブルルドさんどうなの？え、イブルルドさん 人というか、まあ、パートナーとして、パートナーとしてイブルルドさんめちゃくちゃありです。当時から思ってたよ。ひげんかったら秘めてたよ。それでなんか照れてたんか、お前。イブルルドさんがスタジオ入ってきた時なんかモジモジしてうっすみたいな、みたいな。そんなチークダンス踊ってたら、ね、はい、あ、ご無沙汰してますとかあってもいいのに、はい、いや意識してるやん。いや、髪切ったんだとか思いながら、ゆいや、そういうこと。またやん。また向井聖太郎に戻ってる。あ、やばいやばい、天心半太郎だから。天心半太郎はそんなの好きっすよとか言えんのがやっぱ天心半太郎。本当だ、天心半太郎だ。よろしくお願いします、はい、ということで、なんと来週の放送は大晦日。はい、もうベストや、これが一番。そうですね、ありがとうございます。大晦日も絶対付き合ってくださいね。ここまでのお相手はキリンの川島明と天心半太郎でした。 See you next シャンプー。明治新垣結衣です。メリークリスマスって楽しいクリスマスをって意味があるんだとか。メルティーキッスと一緒に素敵なクリスマスを、メリーメルティークリスマス。雪のような口どけ、明治メルティーキッス。
ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい。車種と年式、走行距離で、おおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も、0120-66-8251、ガリバーへ。ときめく時を TBS ラジオ。お聞きの放送は、FM90.5MHz、AM954kHz、TBS ラジオです。8時をお知らせします。